市川久則は朝日放送のテレビプロデューサー、ラジオプロデューサー。兵庫県神戸の生まれ、畳屋の祖父は演芸、芝居好きだったという。そんな縁で落語や伝統芸能に精通し、小さい頃から劇場や芝居を鑑賞した。また、学生時代には雑誌に芝居の批評を投稿したこともあった。兵庫県立兵庫高等学校、関西大学卒業。 1982年に朝日放送入社。ラジオの米朝用も山話に進行役として知られる。他にもお笑いプレミアムボックスにも出演していた。また、朝日新聞大阪本社の有感芸能面に演芸の評論を書いていた2013年10月3日に人災防んのため死去。54歳没。後にお別れの会が開かれ、 2014年2月27日には、ABC ホールで、市川久のり前田ぜから久五会が開かれ、進行のあった、桂雑魚ザコ月定八宝らが出演した。また、生涯独身であった。他、お笑い、演芸番組を手掛けた。桂米長の孫弟子にあたる桂文之助は、市川にとって、兵庫高校の2年先輩。朝日放送プロデューサーの市川久のさん死教。 朝日放送プロデューサー、市川久則さん死去有名人の葬儀2013年10月3日、玉坂は個人の口癖の言葉、ありがとうございます。